痛いところをつまんでみてください。例えば1日ぐらい全然持ちましたけど、また痛くなったってことであれば、はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画のいただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的に解決していくための患者さん用の動画になっています。もしあなたが3件以上の病院、整骨院、整体院に通っても痛みが改善していない、もしくは湿布、痛み止めで痛みをごまかしている、そんな人であればぜひこの動画を見てみて根本的に解決してみてください。松田さん、はいよ。お尻の奥が痛いって動画あったじゃないですか。あったねー。奥じゃなくて、表面が痛いんですよ。何でもありやね。表面の方、なんかこのなんかこの表層の方が痛いみたいな。奥じゃなくて、このこの辺なんだけどみたいな。表層が痛いっていうのに関しては、まず表皮って言ってね、あの皮膚に近いところももちろんそうだし、まずそこにあるものを考えたいんだけど、表皮、あとは脂肪組織、あとは筋肉、あとは神経、だいたいまあこの辺ぐらいしかなくて、ただお尻のところでね、お尻のところであれば、これは神経の可能性も結構あるかなと思ってますね。筋肉は結構奥の方になってることが多くて、あとは表層の筋肉って大臀筋って言ってでっかい筋肉になるんで、人間の方の中で一番でかい太いっていう筋肉だから、そこが使いすぎて痛くなって、あんますごく使いすぎる場合じゃなかったけど、あんまりなくって、で、あと表層は大臀筋以外のことがあるって考えると、やっぱそこの神経もあるかなって気がしますね。ちょっと詳しく聞きたいですね。検討します。出た。毎回。わかりました。行きましょう。これは、この模型使いながら話しますけど、お尻の表層ね、痛いってこと。まあ、よくあの左側の痛い、ね、あの、この辺がスルスルして痛い。で、これは何かって言ったら、神経って言ったけど、何かって言ったら、これは、上電皮神経って言いますね。上電皮神経。上のお尻の皮膚の筋肉って言って、上電皮って言いますね。で、まあ、皮膚って書いてるだけあって、まあ、皮膚に近いんですよ。で、さっき言ったみたいに、ここのお尻の筋肉ってめちゃくちゃいっぱいありますと。中殿筋、小殿筋とか大殿筋ってあります。でも大殿筋のですね、真上をこう越えてきて、この表層の方を走ってるんですね。これが上殿皮神経って言います。上殿ってお尻の上を通ってる。皮膚のとこ通ってるって神経なんで、表層なんですよ。で、この神経は腰の方から出てきて、このいろんな筋肉をかいくぐって、この腸骨っていう骨盤の上からこう出てきます。ぴょきょっと。で、大殿筋とかの上をこう走っていってる。で、昔はね、お尻のとこしかなかったって言われてましたけど、今解剖が結構進んできて、結構太ももの方まで走ってますと。だからなんかお尻の後ろからなんか太ももまでなんか痛いですっていうのは、結構上電皮神経原因なんじゃないのって言われたりします。で、この上電皮神経はこんな風に出てきて、どこを走ってるかって言ったら、皮膚、そして筋肉、上電筋っていう上電筋と皮膚の間走ってます。だから電筋の上にあって皮膚の間にある。だから上電皮っていうのはイメージを持ってもらっていいかなと思いますね。だから皮膚と筋肉の間だから、やっぱね、あの、例えば座りすぎたりすると一箇所に負担かかると皮膚硬くなるじゃないですか。あのイメージと一緒で、やっぱ何回もここを使いすぎてる状態、例えば筋肉使いすぎても筋肉飛行してきて、いわゆるこの神経圧迫しちゃうし、例えばずっと座り続けてると、この座骨の部分とかが皮膚硬くなってきたりして、この部分圧迫しちゃったりとか、と同じようにやっぱ神経ってこういろんな物体から圧迫を受けやすいんですよ。で、圧迫を受けると痺れとか痛みが起きやすくなる。で、この上電皮神経は上電筋の部分からの、いわゆるお尻の筋肉の負担をにも圧迫受けやすいし、皮膚の状況も受けやすいと。だから、この神経ちょっと直接攻撃されると嫌だからって言って、何が起きるかっていうと、筋肉と皮膚の間に脂肪が入るんですよ。で、この脂肪がまたいいんですけど厄介で、何かって言ったら、この脂肪があるおかげで、このクッション剤になってくれて、筋肉とか皮膚の影響を受けにくい。だから皆さんこう触ってもらうと分かるんですけど、つまんでみてください、お尻で。思いっきりつまんでるって分かるけど、結構痛いんですよ。で、これ何かって言ったら、ふわふわしてるからまず脂肪が多いんですよ。でも脂肪って人間の組織の中で痛みをめちゃ感じやすい組織なんですよ。例えばお腹脂肪いっぱいありますよね。お腹グッてつまんでみて、めっちゃ痛くないですか。それと同じように脂肪があるとこって痛いの。で、お尻も脂肪が多いからつまんでみると痛いんですよ。だから、この脂肪のところ、いわゆるこの脂肪が逆に原因になって神経圧迫しちゃって、上電神経圧迫しちゃって痛みが出てるってこと結構あります。だから、この表層の痛みっていう場合であれば、私は一番最初にやっぱ上電皮神経、そして脂肪が硬くなってしまってて圧迫してる、やっぱ脂肪と、あとは神経を疑うかなと思います。だから、これって、あ、でも非常にシンプルで、筋肉みたいに結構専門知識いらないんですよ。これは上電皮神経が原因かって見つけたいときは、あの、お尻あるじゃないですか、
お尻のところを、まあ、触って痛いじゃないですか。で、痛いところをつまんでみてください。つまんでみる。つまんでみると、こう脂肪をグッと挟みますよね。で、脂肪って硬くなりやすい。例えば油って硬くなるじゃないですか。勝手に酸化して。けど、火を焚いてあったかくすると勝手に、うわーって硬くなってきますね。同じように脂肪って溶けやすいんですよ。なんで、こう、触って、こう何回かこう、この部分こう、痛いなって思ってると、こう、グリグリグリって何回かマッサージ自分でしてみるんですよ。つまんだ状態でね、こう、グリグリグリって脂肪を剥がすようなイメージでやってあげます。で、そうすると、楽になった。で、例えば1日ぐらい全然持ちましたけど、また痛くなったってことであれば、まあこれ、普通に上電皮神経、いわゆる脂肪のところが硬くなってるだけなんで、ここを溶かしてあげるというかね、その脂肪のところをこう、接触してるところとか、硬くなったところを溶かしてあげる、動かしてあげるっていうのが全然解決します。ただ、硬くなった理由が、大体こう、筋肉使いすぎてとかだから、筋肉の使い方は改善しないといけませんけど、皮膚の近くであれば、基本的には上電皮神経のところを緩めてあげる。で、上電皮神経のところの筋肉使いすぎてもまた痛み起こりやすいのはなんでかって言ったら、お尻の上側ばっかり使っちゃってるので、下の筋肉、いわゆる下殿部っていうところを鍛えてあげることで、お尻全体使えてくる。いわゆるお尻の下と上があって、下使ってなくて上ばっかり使っちゃってたら、これ上電皮神経も圧迫されやすいから、上電皮神経が圧迫されやすいのが原因が上の筋肉使いすぎ、じゃあ下の筋肉も使おうよってところで、この下の筋肉使ってあげる。これは私は電筋下部って言ってすごく大事にしている治療の方法、まあ手術の方法になります。まあ、MSMS のね、コアスタビリティってやつのメインにもなっていますので、このお尻の下殿部を鍛えてあげるってことをやってあげると、お尻の下の筋肉が鍛えられて使えるようになってくると、上の筋肉は使わなくてよくなってくる。上の筋肉の負担が減ってくるってことは、上電皮神経の圧迫が減ってくる。そうすると表層の痛み解決してくるので、まず評価してみて、自分で触ってみて楽になるんであれば、ここでの治療をそのまま全てもやってもいいし、でもまた負担が来ないようにするためには、下殿部のいわゆる電筋下部の運動療法をやっていく。そうすることで根本的に痛みが解決していく、ね、表層の痛み解決できるっていう風になりますので、もし気になった方はぜひまず自分で触ってみて、脂肪のところで、これで上電皮神経で楽になるんだったら、ぜひそこに対しての緩めるっていう知識、それがプラスアルファ緩めてもまた戻っちゃう場合であれば、そこが鍛えていくっていう、MSM の治療をやってみてもいいかなと思います。もしね、同じような症状とかで、あ、これだと思った人がいれば、整体復活ね、私がやってる直営の MSM メソッドを使わせてもらってる店舗がありますので、もし気になる人がいれば、ぜひね、概要欄の方に店舗の情報を貼っておきますので、全国にありますので、ぜひそちらの方の近くの店舗に行ってみてください。ホームページを押してもらって、電話もしくは LINE で問い合わせしていただければ予約できますので、ぜひそちらの方を活用してみてください。こんな感じいいですか？めちゃくちゃ分かりやすかったです。いやー、上電皮神経ね、よくあるんでね、まあ梨状筋とかでね、奥のことも結構あるんだけど、まあ表層結構あるんで、ここもぜひねやってみていただきたいなと思います。で、こんな風にね、役立つ情報を発信させてもらってますんで、もし気になった方、今日の話良かったなと思っていただければ、チャンネル登録見逃さないようにしてみてください。あとはコメントと高評価いただけると励みになるので、ぜひよろしくお願いします。で、コメントの中でこんなことも聞きたいとかって書いていただければ、私の方で質問回答していきますので、ぜひそっちの方もコメントもよろしくお願いいたします。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。なんか、うん、尻ちょっとつまんでプリプリするだけでもリラックスできますリラックスで、はい、結構楽だよね。お尻の筋肉ってやっぱり一番人間の中ででかいから、脂肪組織も多いんですよ。その分負担が多いから、だからやってあげるだけで結構楽になるし、なんかね、膝が楽になったり腰楽になったりとか結構多いから、このね、お尻夢があるからちゃんと治療したらマジでいっぱいいろんな症状改善しますんで、やってみてください。チェック。